スタンドバイミーはスティーブン・キングの中編小説。1982年8月に刊行された恐怖の四季に秋の物語として収められた作品。この作品はキングの代名詞であるホラーというわけではなくティーングエジャー手前の少年たちの青春小説である。収録本内の放題はスタンドバイミー秋の目覚め。英訳の代名はザボディー。 ベストセラー作家ゴードンラチャンスはやがて13歳になるという12歳の時に体験した生涯忘れることのない2日間を改装する。ゴーディはメイン州の田舎町キャッスルロックで育った。ゴーディには両親お気に入りの年の離れた兄、ベニーがいたが彼の突然の死に家族は時が止まったようになっていた。ゴーディは作家になりたいという夢を持っており、また自分の書くものに 確かな自信を持っていたが、才能を認めてくれていた兄の死後は、家でも、学校でも、ある種諦めに似た生活を送っていた。親友のクリスは、タフで賢く強さゆえの優しさも持つ少年だったが、家庭環境の劣悪さから、密かに将来を悲観していた。テディは父親を崇拝するほどに愛していたが、戦争後遺症のため心を病んだ父に耳をコンロで焼かれた経験を持つ。 バーンの兄は不良で、彼をいじめることを厭わなかった。心に傷を持った4人の少年は、馬が合い、野球をしたり、木の上に組み立てた秘密小屋の中に集まっては、タバコを吸ったり、トランプをしたり、少年期特有の仲間意識で結ばれていた。1960年代のある夏休み、バーンは不良グループの一員である、兄たちの会話を盗み聞きし、3日前から、 行方不明になっているレイ・ブラワーという少年が30キロ先の森の奥で列車に跳ねられ死体が野ざらしになっていることを知る。ゴーディたちは死体を見つければ有名になる。英雄になれるという動機から死体探しの旅に4人で出かける。途中、喧嘩もするが助け合いながら鉄道の線路に沿って冒険のような旅を続ける。ゴミ捨て場では犬を消しかけられたり、 鉄橋で危うく、列車に惹かれそうになり、ダム近くの水溜まりの水浴中に、昼に噛まれながらも旅は続く。その夜は、ゴーディの作った物語を堪能した後、森で野宿をする。4人はクリスが持参したピストルを持って、交代で見張りをする。道中、また夜の見張りの間に、ゴーディとクリスが二人きりの時に、二人は、今まで知ってはいても口には出せなかったお互いの悩みを、 分かち合う。ゴーディは、親に嫌われていると思い込み、将来ものを書く希望も持てないことをクリスに打ち明ける。クリスは、ゴーディの才能を評価し、作家になる夢を諦めないよう助言する。一方でクリスは、自分の将来に希望が持てない上、家庭環境が悪いために信用がない自分が、教師の尻死欲に利用されたということを嘆き悲しむ。 ゴーディは運命を打開するために進学コースに行くことを勧め、励ますのだった。一方、バーンやクリスの兄たちがメンバーになっている不良グループを率いるエースが死体の話を聞きつけ、仲間を引き連れて死体のある場所へ車で向かう。ようやくゴーディら4人は死体を発見するが、そこにエースたちが現れ、死体を渡せと迫る。最初に見つけたのは、 バーンの兄たちで優先権はこっちにあると主張し、お前は兄貴よりも知恵が、ちょっとばかし入ってるからわかるだろうと告げて、説得しようとするが、その言葉に激怒したゴーディは、要求を跳ねつける。喧嘩になると見た、バーンとテディは、ゴーディと共に、エースに立ち向かおうとするが、クリスが銃を発砲して、エースに銃口を突きつける。その時票が降り、驚いたテディとバーンは恐怖のあまり退散してしまう。 不利だと思ったエースたちは退散する。ゴーディとクリスは、ブラワーの死体を置いていくことに決める。テデ,ディとバーンは持ち帰ろうと主張するが、先ほどエースたちから逃げ出したことを言われて何も言えなく、なってしまう。その後、デイブラワーの死体の場所はエースたちの匿名電話で、警察に報告された。一夏の冒険が終わり、4人はいつものように街外れで別れた。その後、 不良たちの報復が行われた。ゴーディはエースに、バーンとクリスは、自分の兄に、テディも、不良たちに襲われ、大怪我を負わされる。怪我が治るうちに、4人は、深度も、バラバラになり、お互い疎遠になっていく。テディとバーンは自分たちより、腰抜けの同級生たちを仲間にして、自分たちがリーダーとして君臨するようになった。1966年、バーンは、 アパートの火事で死亡した。テディは、そこが荒れて留年するが何とか卒業する。耳止めのせいで軍隊には入れず、その後キャッスルロック公共事業団に就職するが、女の子二人と男友達を乗せた車で事故を起こし、1971年、テディは死亡した。クリスは、ゴーディと共に猛勉強する。家族に引きずられないよう、周囲の偏見に負けないように、 二人は深い水の中で互いにしがみつくようにして励まし合い、やがて揃って大学に進む。法学部に進んだクリスは、いい弁護士になるだろうと思われた。だが、ある飲食店で客同士の居かいを止めに入ったクリスは、客の一人に喉をナイフで刺されてしまう。法学生視察されるという新聞の記事を見てコーディは、クリスのことを思い、一人涙するのだった。その後、 小説家として成功したゴーディは、ある時懐かしい AS を見かけるが、不良ながらハンサムだった。彼は、中年となり、その面影を残してはいたものの太って、疲れ切った表情で工場で働いており、慣れた様子で安酒場に入っていった。友達というものは、レストランの皿洗いのように、一生のうちに出たり入ったりするものだと思いながら、 複雑な家庭環境の中で仲間との友情を感じた12歳の頃のような友達は二度とできることはないとゴーディは静かに思い返す。1986年にスタンドバイミーの題名で映画化、アカデミー客職賞、ゴールデングローブ賞作品賞、監督賞にノミネートした。ありがとうございます。